8月20日、地方競馬の AI レース予想です。穴馬やその他の情報は本チャンネルの概要欄を参照してください。それではスタート。門列1レース。予想上位はギアセカンド。目標タイムは1分 3.0 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。門列2レース。予想上位はスーパーフルール。目標タイムは1分 6.0 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。門列3レース。予想上位はエイシンジャスパー。目標タイムは1分 2.9 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。門列4レース。予想上位はアグイオー。目標タイムは1分 3.7 秒です。そこそこ荒れるレースになりそうです。門列5レース。予想上位はプリモパッソ。目標タイムは1分 16.0 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。門列6レース。予想上位はサトノセレナーデ。目標タイムは1分 15.6 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。門列7レース。予想上位はハヤブサポちゃん。目標タイムは1分 15.0 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。門列8レース。予想上位は桜ガーディアン。目標タイムは1分 2.0 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。門列9レース。予想上位はマルティネーテ。目標タイムは1分 1.9 秒です。そこそこ荒れるレースになりそうです。門列10レース。予想上位はスティールジェーン。目標タイムは1分 3.9 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。門列11レース。予想上位はグレートフリーオーソ。目標タイムは1分 43.3 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。門列12レース。予想上位はトネ娘。目標タイムは1分 14.7 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。森岡1レース。予想上位はケンオスロー。目標タイムは1分 15.5 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。森岡2レース。予想上位はピュアシルバー。目標タイムは1分 14.7 秒です。そこそこ荒れるレースになりそうです。森岡3レース。予想上位はミュラー。目標タイムは1分 28.8 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。森岡4レース。予想上位はピースワンドルチェ。目標タイムは1分 28.5 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。森岡5レース。予想上位はガイストフル。目標タイムは1分 27.8 秒です。荒れにくいレースになりそうです。森岡6レース。予想上位はバラージファイア。目標タイムは1分 1.0 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。森岡7レース。予想上位はちはやブルラン。目標タイムは1分 0.8 秒です。そこそこ荒れるレースになりそうです。森岡8レース。予想上位はオスマン。目標タイムは1分 40.6 秒です。高確率で荒れるレースになりそうです。森岡9レース。予想上位は大聖ドルチェ。目標タイムは1分 40.7 秒です。高確率で荒れるレースになりそうです。森岡10レース。予想上位はギャレット。目標タイムは1分 14.4 秒です。荒れにくいレースになりそうです。森岡11レース。予想上位はライアン。目標タイムは1分 38.9 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。浦和1レース。予想上位はスマイルスライブ。目標タイムは1分 38.1 秒です。
荒れない確率の方がやや高いです。浦和2レース、予想上位はピースウォリアー。目標タイムは1分 29.8 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。浦和3レース、予想上位はファンファン。目標タイムは0分 49.6 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。浦和4レース、予想上位は名勝ベニバナ。目標タイムは0分 49.4 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。浦和5レース、予想上位はマナコル。目標タイムは1分 32.5 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。浦和6レース、予想上位はプレイザー。目標タイムは1分 30.5 秒です。そこそこ荒れるレースになりそうです。浦和7レース、予想上位はノアスペシャル。目標タイムは1分 30.4 秒です。高確率で荒れるレースになりそうです。浦和8レース、予想上位はアムレート。目標タイムは1分 30.4 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。浦和9レース、予想上位はハブル。目標タイムは1分 37.3 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。浦和10レース、予想上位はミーナティエルナ。目標タイムは1分 29.8 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。浦和11レース、予想上位はシーサーペント。目標タイムは1分 28.3 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。浦和12レース、予想上位はアンジュレイ。目標タイムは2分 10.7 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。金沢1レース、予想上位はトンボ。目標タイムは1分 39.4 秒です。硬いレースになりそうです。金沢2レース、予想上位はトンタカーミ。目標タイムは1分 32.4 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。金沢3レース、予想上位はワイドマイスター。目標タイムは0分 51.3 秒です。硬いレースになりそうです。金沢4レース、予想上位はモンテレオン。目標タイムは1分 31.5 秒です。荒れにくいレースになりそうです。金沢5レース、予想上位はヒロインコール。目標タイムは1分 39.3 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。金沢6レース、予想上位はタリスカーペイ。目標タイムは1分 31.7 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。金沢7レース、予想上位はコイララ。目標タイムは1分 38.5 秒です。荒れにくいレースになりそうです。金沢8レース、予想上位はフォンローザ。目標タイムは1分 37.9 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。金沢9レース、予想上位はゴールドレコーダー。目標タイムは1分 35.7 秒です。硬いレースになりそうです。金沢10レース、予想上位はフェーマスグローリー。目標タイムは1分 29.4 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。金沢11レース、予想上位はアヌク。目標タイムは1分 37.9 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。金沢12レース、予想上位はスペクタクル。目標タイムは1分 46.8 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。名古屋1レース、予想上位はリトルココン。目標タイムは0分 55.9 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。名古屋2レース、予想上位はカパリルア。目標タイムは0分 56.1 秒です。
レースが荒れるかは半々といったところです。名古屋3レース、予想上位はレガント、目標タイムは0分56.3秒です。そこそこ荒れるレースになりそうです。名古屋4レース、予想上位はクリノサクセス、目標タイムは0分54.9秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。名古屋5レース、予想上位は白川の関、目標タイムは0分56.9秒です。荒れる傾向が強いです。名古屋6レース、予想上位はポットグラス、目標タイムは0分 55.5 秒です。荒れる傾向が強いです。名古屋7レース、予想上位はザハーフェル、目標タイムは0分 55.6 秒です。高確率で荒れるレースになりそうです。名古屋8レース、予想上位はギースバッハ、目標タイムは0分 55.4 秒です。そこそこ荒れるレースになりそうです。名古屋9レース、予想上位はアエスタボニート、目標タイムは0分 55.2 秒です。荒れる傾向が強いです。名古屋10レース、予想上位はサンパティック、目標タイムは0分 54.0 秒です。高確率で荒れるレースになりそうです。名古屋11レース、予想上位はナオミニデレデレや、目標タイムは1分 19.2 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。名古屋12レース、予想上位はエナジーロマネスク、目標タイムは1分 19.3 秒です。高確率で荒れるレースになりそうです。ここからは出走馬の中で、馬娘に実装された馬たちの子孫や、ゆかりのある子を紹介していきます。予想とは一切関係ありません。サンヨースフィーダー、ウィルマッチ、ウッドブルーニー、グッドバイブス、ウィンストラテジー、デイトリメンバー、プラウドヒストリー、タイキトレコローネ、アバランチデルン、サトノセレナーデ、ピユノーク、ウェブタイザン、クラシカルスカラー、ヤマトの光、コインポケット、森伝街道、ディーズミソロジー、レッドヘザー、グレートフリオーソ、マグタホルン、サイレンス、トネ娘、エレダール、セットミーフリー、アイムフィアレス、ブラックパーシモン、ジュレップグラス、ビクトリーカノン、ヤマニントナーダ、ラシェル、ガイストフル、ボルテッダ、ジェフリー、ムーンダイヤモンド、ヒロシゲパール、チハヤブルラン、ネイチャーミヤビ、ロジフェーブル、カズボニファシオ、ベアビリープ、ストレート、ファルコンビーク、スマイルスライブ、ファンファン、エンチャント、シンキングセンティ、ニシノオスマン、アプレイザー、キタサンエポナ、サユリバナ、イタリアンゴールド、モモドリーム、ドゥフレッシュ、アトラクトボイス、活劇大輪、スーパーローズ、ミーナティエルナ、インテンスライト、シャンパンファイト、ダイバオーソ、ケンアトラス、夜の帝王、黒ユリ城、冬ゲイシャス、メーラドーロ、嫁にケイゴ、ベネラリア、シャインウォーリア、エクセルグラン、ラッキードラゴン、キュールエカシス、オンネア、ファントムルージュ、俺のブルース、タマモピューリティ、ジーファー、ユイのペニーワイズ、クロスロード、インセングレ、ラスジャン、白川の関、ザハーフェル、ニシキビブラビグレ、ギースバッハ、コマゼロワン、ノクターナル、アンパオ、レアリーズレーブ、ハイグッドエース、タマモエイトビート、ジーマックス、エナジーロマネスク、クリノビーナス、
ビョーライライ、キタノレジータ、エストレリータ、ジェイスマイル、ラースダケ、アグリオ、ビコークルセーダー、ヤルキ元気ユキ、キタノヒコボシ、バニーホップ、フレアリングアーク、アンジェルミエール、フロンテアブライト、バンダービルト、クロノワール、シンデレラフィット、アルマブレイド、メイショームート、ハーベ、キュルビス、カリプソ、スペシャルディガー、グッバイアイザック、ビオレーヌ、マニフィックブリエ、プリマリー、ミルキー、ビーバリスタ、チアップ、ブローベース、ボートロイ、トーセンジェミニ、クラウンパント、アルムダウン、愛の芽生え、トーセンケイト、ルージュカプリス、カプローニ、エーターナルジェイド、チェスナットドレス、ミキのバスドラム、スティングビー、スモーブ花開く、ロジミザイ、ルリシャンティ、ブレッツァマリーナ、ホーオーシンデレラ、パープルテヨー、エイシンミュージュ、パルパルマジック、サンライズブラスト、リトルココン、カパリルア、マイネルボレロ、ラコンチャ、スパイラルバンブー、ジェネレート、イルミリオーネ、ラジカルガローズ、テイエムビックサー、フレッチャネーラ、グレースブロード、ブルーリーバーサル、ムーランボルドー、エアーリエル、マテラサン王、ソブリンルーラー、メジャーエール、初若、山のことぶき、セオングランジ、レーガント、サントロペ、サンライズマウレア、ポットグラス、ビーバローズ、アーリーヘッド、カエセイアキュート、エスクワイア、プレミアリッチ、シュルーズベリー、イコーフェニックス、エンジェルスラップ、アース姫、エメラルグリーン、キタノワイオリ、コミックガール、エスケイーグル、ファーレンジョー、キュリエール、アンテナラスト、チティオリア、ウエストリンニア、JK ユルル、ダグフォース、アムレイトム、グッドルックス、ラグドール、オフビート、スズロビーソン、サウンドカノン、ケンオスロ、ダイヤモンドアツシ、ラッキーラン、ピースワンドルチェ、ナムラバンザイ、ブリリアントウェイ、アローゴールド、ココマンダリン、カルストンデライト、ゴールドタイプ、マムティキング、ウィーンメテオーラ、ギャレット、ジェットモーション、ゴールドギア、ピースウォリアー、チェンマイルージュ、エイシンドゥルガー、ブライトソウル、ゴールドボード、ブルーグリッター、イオドリの香り、マナコル、コライユ、ノアスペシャル、シルバギンジ、プレストスター、デアフリンガー、ニシノウール、白山セーラー、ビスコンティ、ラブケリー、キャプテンドレイク、カセのダンサー、ブンロート、オメガレインボー、アンジュレイ、シャビーシック、ドレッドステータス、リベラメ、ソルベック、プリティドヌープ、レアロケット、メイショートレック、パシュミナ、ジャックと豆の木、ゴールドレコーダー、リンニングフォン、フェーマスグローリー、マノンルージュ、奇跡の国、リトルラフター、サーチ、ラスティネイル、ファンシーカラー、キタノフェスタ、グリフレット、白山フラッシュ、クスノキワーク、プリンセスパリー、サイコロちゃん、明けの明星、シンボルザさん、ウルラニ、噂の類、セセランギ、オニジオオタニ、コーリングローリー、ゴラッソゴール、ナオミニデレデレヤ、
ササキンポピー、ギアセカンド、ウィアザピープル、アーモンドドラジェ、クロゴーオ、オグリオンセイ、トーカイグニス、ゴールデンスレッド、ゴールドジューク、アイファーニケ、ブルーテネーシャス、ダンシングティアラ、ルンルンマルタン、ゼイリブ、白山竜王、マイラブホーセイ、エスタボニート、ハドハド、マルティネーテ、グラオオ、パステルモグモグ、インザライフ、ジョートギー、ポップコーン、エーブベリー、トーケンスピカ、フクチャンフクメイ、アマネク、リンクアームズ、グランメゾン、パープルブリーズ、タマモサウルス、アプラウゾ、ラニーズグレイス、スカーレットハニー、レインボーフラワー、トゥルーリアイ、プリモパッソ、トドイワウィンド、サクラガーディアン、ムービングオン、エテルノアキーロ、ドリーミーガール、ヤマショーキャット、名称ベニバナ、エステティーカ、ポッピングシャワー、ビナサイゴン、パクスジャポニカ、ライティティア、ストイックノア、ドンタカーミ、ミスヒノクニ、アストリッド、ワンダフルガイ、バスターショット、名称セロジネ、JK ミニミリ、アップルキャンディ、クリスマスイブ、楽しんだ者勝ち、モーニングスカイ、ハヤブサッポちゃん、リスターロッチ、チェアーズソウル、ワイドマイスター、マサミセラス、プロメッサ、ブエナローズ、ビーコレール、マーヒナヒナ、アルサーフィ。門別第一レース、さあ、舞台は整いました。さあ、スタートしました。まずは4番ギアセカンドが好スタートを切った。並ぶように10番体勢野球と1番ダンシングティアラか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは4番ギアセカンド。その後には10番体勢野球と1番ダンシングティアラが続きます。10番体勢野球とが後ろから追ってくる。先頭か。10番体勢野球とがゴールイン。続くは4番、1番。門別第2レース、各馬、揃って。さあ、スタートです。先頭を走るは3番マサガオ。その後ろには6番トゥルーリアイ、7番コンチマカロンか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは3番マサガオ。その後には6番トゥルーリアイと9番スーパーフルールが続きます。6番トゥルーリアイが後ろから追ってくる。先頭か。6番トゥルーリアイがゴールイン。続くは9番、1番、4番か。門別第3レース、枠入り完了しました。さあ、スタートしました。先頭を走るは5番シュルーズベリー。5番シュルーズベリーの背後には1番フークキエル、10番エイシンジャスパーか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番シュルーズベリー。その後には10番エイシンジャスパーと1番フークキエルが続きます。10番エイシンジャスパーが追い上げてくる、追い抜くか。10番エイシンジャスパーが1着見事。続くは5番、7番、11。門別第4レース、各馬、揃って。さあ、スタートしました。9番ウッドブルーニーが早速先頭を取る。2番手は1番エンジェルスラップ、11番エウキューモスか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは9番ウッドブルーニー。その後には1番エンジェルスラップと4番アモンドドラジェが続きます。11番エウキューモスが先頭に立つか、先頭か。11番エウキューモスが1着見事。続くは8番、6番、4番か。門別第5レース、各馬、ゲートイン完了。さあ、スタートです。まずは3番やる気元気勇気が好スタートを切った。3番やる気元気勇気の背後には8番でイツリメンバー、1番グッドバイブスか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは3番やる気元気勇気。その後には1番グッドバイブスと8番でイツリメンバーが続きます。9番プリモパッソが先頭に立つか、先頭か。9番プリモパッソが1着見事。続くは、門別第6レース、各馬、ゲートイン完了。さあ、スタートです。6番里のセレナーデが早速先頭を取る。並ぶように4番北の彦星、2番ピアリカ。
レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは6番サトノセレナーデ、その後には4番北の彦星と2番ピアリが続きます。6番サトノセレナーデそのまま逃げ切れるか、逃げ切れるか。6番サトノセレナーデが1着見事。続くは10番、2番、7番か。門別第7レース。さあ、舞台は整いました。さあ、スタートです。まずは3番ムーランボルドーが好スタートを切った。後を追うのは4番ハヤブサポちゃん、9番キュリエールか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは4番ハヤブサポちゃん。その後には3番ムーランボルドーと9番キュリエールが続きます。4番ハヤブサポちゃんそのまま逃げ切れるか、逃げ切れるか。4番ハヤブサポちゃんがゴールイン。続くは8番、6。門別第8レース。さあ、舞台は整いました。さあ、スタートです。9番ムービングオンが早速先頭を取る。9番ムービングオンの背後には10番クラシカルスから8番ゼイリブか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは8番ゼイリブ。その後には9番ムービングオンと10番クラシカルスカラーが続きます。1番ルンルンマルタンが先頭に立つか、先頭か。1番ルンルンマルタンが1着見事。続くは10番、6番。門別第9レース、各馬、揃って。スタートが切られました。まずは2番フロンテアブライトが好スタートを切った。2番フロンテアブライトの背後には9番ディーズミソロジー、7番バンダービルトか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは2番フロンテアブライト。その後には7番バンダービルトと3番コインポケットが続きます。10番マルティネーテが追い上げてくる、追い抜くか。10番マルティネーテがゴールイン。続くは11番、2番、門別第10レース、枠入り完了しました。スタートを切りました。先頭を走るは9番ローズワンステア。2番手は5番アプラウゾ、8番スティールジェーンか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは7番オグリヨーセイ。その後には8番スティールジェーンと5番アプラウゾが続きます。8番スティールジェーンが後ろから追ってくる。先頭か。8番スティールジェーンが1着見事。続くは3番、11番、7番か。門別第11レース。さあ、舞台は整いました。さあ、スタートです。まずは10番グッデイサイレンスが好スタートを切った。2番手は8番グッドルックス、1番 GK ウルルか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは10番グッデイサイレンス。その後には3番グレートフリオーソと8番グッドルックスが続きます。3番グレートフリオーソが追い上げてくる、先頭か。3番グレートフリオーソがゴールイン。続くは2番、8。門別第12レース。さあ、舞台は整いました。スタートが切られました。まずは9番ベニスクイーンが好スタートを切った。その後ろには5番トネ娘、8番フルオブプレイズか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは9番ベニスクイーン。その後には5番トネ娘と8番フルオブプレイズが続きます。5番トネ娘が追い上げてくる、先頭か。5番トネ娘がゴールイン。続くは3番、8番、1番か。盛岡第1レース。さあ、舞台は整いました。スタートが切られました。まずは10番クロスザウォールが好スタートを切った。並ぶように1番ハーウェ、9番ドリーミーガールか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは7番ケンオスロ。その後には8番ダイヤモンドアツシと9番ドリーミーガールが続きます。7番ケンオスロそのまま独走か、逃げ切れるか。7番ケンオスロが1着見事。続くは8番、6番、9番か。盛岡第2レース、ゲート入り完了。スタートが切られました。まずは7番ケアシルバーが好スタートを切った。7番ケアシルバーの背後には5番ホウオグサーキット、10番ラッキーランか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは7番ケアシルバー。その後には9番ジャポネと5番ホウオグサーキットが続きます。9番ジャポネが追い上げてくる、追い抜くか。9番ジャポネが1着見事。続くは7番、2番、5番か。盛岡第3レース、各馬、ゲートイン完了。さあ、スタートです。5番スペシャルディガーが前に行きます。後を追うのは2番サバンナナイツ、3番グッドラックがあるか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番スペシャルディガー。その後には2番サバンナナイツと4番東海イグニスが続きます。2番サバンナナイツが先頭に立つか、先頭か。2番サバンナナイツが1着見事。続くは4番、8番、1番か。
盛岡第4レース、各馬、揃って。スタートが切られました。先頭を走るは7番ヤマニントナーダ。7番ヤマニントナーダの背後には1番グッバイアイザック、8番ラシェルカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは1番グッバイアイザック、その後には7番ヤマニントナーダと3番ピースワンドルチェが続きます。3番ピースワンドルチェが先頭に立つか、追い抜くか。3番ピースワンドルチェが1着見事。続くは2番、5番、8番。盛岡第5レース、各馬、ゲートイン完了。さあ、スタートです。先頭を走るは7番リリ・コレール。その後ろには1番ガイストフォル、4番マローゴールドか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは7番リリ・コレール。その後には1番ガイストフォルと4番マローゴールドが続きます。1番ガイストフォルが先頭に立つか、追い抜くか。1番ガイストフォルがゴールイン。続くは6番、3番、7番か。盛岡第6レース、各馬、ゲートイン完了。さあ、スタートしました。先頭を走るは1番ハッピーホリデイズ。並ぶように8番ココマンダリン、7番セイペイシェンスか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは1番ハッピーホリデイズ。その後には8番ココマンダリンと10番バラージファイアが続きます。5番ムーンダイヤモンドが後ろから追ってくる、先頭か。5番ムーンダイヤモンドがゴールイン。続くは3番、10番、9番。盛岡第7レース、ゲート入り完了。スタートが切られました。まずは5番チハヤブルランが好スタートを切った。後を追うのは9番カルストンデライト、1番ヒロシゲパールか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番チハヤブルラン。その後には9番カルストンデライトと7番ネイチャーミヤビが続きます。6番 B バリスタが追い上げてくる、先頭か。6番 B バリスタがゴールイン。続くは5番、3番、8番か。盛岡第8レース、枠入り完了しました。さあ、スタートです。1番鈴鹿のアイルが前に行きます。その後ろには3番チアップ、8番コンバットアンジュか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは11番ステップ、その後には1番鈴鹿のアイルと6番オスマンが続きます。6番オスマンが先頭に立つか、追い抜くか。6番オスマンがゴールイン。続くは11番、5番、4番か。盛岡第9レース。さあ、舞台は整いました。スタートを切りました。8番キングオブサミットが早速先頭を取る。8番キングオブサミットの背後には11番ゴールドタイプ、1番耐性ドルチェか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは1番耐性ドルチェ。その後には11番ゴールドタイプと8番キングオブサミットが続きます。1番耐性ドルチェそのまま独走か。独走か。1番耐性ドルチェが1着見事。続くは、盛岡第10レース、ゲート入り完了。スタートを切りました。まずは3番ウィンメテオーラが好スタートを切った。3番ウィンメテオーラの背後には7番マイネルアストリア、8番サザンナイツか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは7番マイネルアストリア、その後には5番ギャレットと1番ブローベースが続きます。2番マムティキングが後ろから追ってくる、先頭か。2番マムティキングがゴールイン。続くは5番、4番、6番か。盛岡第11レース、各馬、ゲートイン完了。スタートを切りました。先頭を走るは2番祭りダワールド。後を追うのは8番グランコージ、7番ファルコンウィークか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは2番祭りダワールド。その後には5番ライアンと9番鈴鹿豪傑が続きます。5番ライアンが先頭に立つか、先頭か。5番ライアンがゴールイン。続くは2番、9番、4番か。浦和第1レース、各馬、ゲートイン完了。さあ、スタートしました。5番スマイルスライブが前に行きます。2番手は9番当選地味に、7番ネロアンコーラか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは9番当選地味に、その後には5番スマイルスライブと4番 BB 番長が続きます。5番スマイルスライブが追い上げてくる、追い抜くか。5番スマイルスライブがゴールイン。続くは6番、9番、1番か。浦和第2レース。さあ、舞台は整いました。さあ、スタートしました。まずは1番渚の夏子が好スタートを切った。後を追うのは4番ファイアスター、7番キアラボヌールか。
レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは6番ピースオリアー。その後には4番ファイアースターと1番渚の夏子が続きます。6番ピースオリアーそのまま逃げ切れるか。6番ピースオリアーが1着見事。続くは8番、2番、4。裏は第3レース、ゲート入り完了。スタートを切りました。先頭を走るは7番ブライトソウル。後を追うのは6番ファンファン、3番奏でるか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは7番ブライトソウル。その後には6番ファンファンと3番奏でるが続きます。6番ファンファンが追い上げてくる。先頭か。6番ファンファンがゴールイン。続くは1番、4番、2番か。裏は第4レース、各馬、ゲートイン完了。さあ、スタートです。1番名勝紅花が早速先頭を取る。その後ろには11番ゲットデザイアー、8番シンキング戦機か。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは1番名勝紅花、その後には3番メモリアルクイーンと11番ゲットデザイアーが続きます。3番メモリアルクイーンが後ろから追ってくる、先頭か。3番メモリアルクイーンが1着見事。続くは11。裏は第5レース、各馬、ゲートイン完了。さあ、スタートしました。まずは8番ジョートビーが先頭に立ちます。並ぶように7番マナコル、1番ティナバローズか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは7番マナコル、その後には8番ジョートビーと1番ティナバローズが続きます。7番マナコルそのままにできれるか、独走か。7番マナコルがゴールイン。続くは3番、8番、1番か。裏は第6レース。さあ、舞台は整いました。さあ、スタートしました。まずは8番北サンエポナが好スタートを切った。後を追うのは1番コロディア、6番雪祭りか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは8番北サンエポナ、その後には6番雪祭りと5番アプレイザーが続きます。8番北サンエポナそのまま逃げ切れるか、独走か。8番北サンエポナが1着見事。続くは6番、5番、4番か。裏は第7レース、枠入り完了しました。さあ、スタートしました。まずは12番ヨッシーステージが好スタートを切った。その後ろには4番ミナサイゴン、7番ドナデュボアか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは4番ミナサイゴン。その後には6番ノアスペシャルと12番ヨッシーステージが続きます。6番ノアスペシャルが追い上げてくる。先頭か。6番ノアスペシャルが1着見事。続くは3番、10番、9番か。裏は第8レース、ゲート入り完了。さあ、スタートです。まずは8番アムレートが先頭に立ちます。後を追うのは1番ニットオサニ、2番エターナルジェイドか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは8番アムレート、その後には3番パクスジャポニカと2番エターナルジェイドが続きます。8番アムレートそのまま独走か、逃げ切れるか。8番アムレートがゴールイン。続くは5番、3番、4番か。裏は第9レース、枠入り完了しました。さあ、スタートです。先頭を走るは10番アトラクトボイス。その後ろには11番ライチティア、8番ハブルカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは8番ハブル。その後には1番モモドリームと5番ポップコーンが続きます。8番ハブルそのまま独走か、逃げ切れるか。8番ハブルが1着見事。続くは5番、12番、9番か。裏は第10レース、各馬、揃って。スタートを切りました。2番白山セーラーが前に行きます。2番白山セーラーの背後には3番ミキのバスドラム、9番ミーナティエル中。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは9番ミーナティエルナ。その後には2番白山セーラーと3番ミキのバスドラムが続きます。9番ミーナティエルナそのまま独走か、独走か。9番ミーナティエルナが1着見事。続くは6番、10番、8番か。裏は第11レース、各馬、揃って。スタートを切りました。3番シーサーペントが前に行きます。2番手は6番ベストマッチョ、8番オメガレインボーか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは3番シーサーペント、その後には8番オメガレインボーと6番ベストマッチョが続きます。3番シーサーペントそのまま独走か、独走か。3番シーサーペントがゴールイン。続くは8番、6番、2番か。裏は第12レース、各馬、揃って。
さあ、スタートしました。まずは8番夜の帝王が好スタートを切った。並ぶように1番シャンパンファイト、5番マンジュレイカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは8番夜の帝王、その後には5番マンジュレイと1番シャンパンファイトが続きます。2番ダークモードが先頭に立つか、追い抜くか。2番ダークモードがゴールイン。続くは5番、1番、4番か。金沢第1レース、各馬、揃って。スタートが切られました。先頭を走るは5番トンボ。並ぶように6番プリンセスココア、4番スモーブ花開くか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番トンボ、その後には6番プリンセスココアと3番スティングビーが続きます。5番トンボそのままに逃げ切れるか、独走か。5番トンボがゴールイン。続くは3番、6番、2番か。金沢第2レース、各馬、ゲートイン完了。スタートを切りました。6番シャビーシックが早速先頭を取る。後を追うのは1番ドンタカハミ、2番ラボンドリコか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは6番シャビーシック、その後には1番ドンタカハミと3番トーケンスピカが続きます。3番トーケンスピカが先頭に立つか、追い抜くか。3番トーケンスピカがゴールイン。続くは1番、7番、6番か。金沢第3レース、ゲート入り完了。さあ、スタートです。まずは7番ワイドマイスターが好スタートを切った。並ぶように6番黒百合城、5番ロジミザイカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは7番ワイドマイスター、その後には5番ロジミザイと6番黒百合城が続きます。7番ワイドマイスターそのまま独走か、逃げ切れるか。7番ワイドマイスターがゴールイン。続くは5番、6番、1番か。金沢第4レース。さあ、舞台は整いました。スタートを切りました。5番リベラメが早速先頭を取る。5番リベラメの背後には3番フユーゲイシャス、7番モンテレロンか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは7番モンテレロン。その後には1番フォーゲルバイデと6番ソルベックが続きます。7番モンテレロンそのまま逃げ切れるか、逃げ切れるか。7番モンテレロンがゴールイン。続くは6番、2番、1番か。金沢第5レース。さあ、舞台は整いました。さあ、スタートです。まずは4番プリティドヌーブが好スタートを切った。2番手は10番シャインオーリア、5番ヒロインコールか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番ヒロインコール。その後には10番シャインオーリアと4番プリティドヌーブが続きます。2番ナックレインボーが先頭に立つか、先頭か。2番ナックレインボーがゴールイン。続くは4番、5番、3番か。金沢第6レース、枠入り完了しました。スタートが切られました。先頭を走るは1番アストリッド。後を追うのは6番リンクワームズ、7番タリスカーベイか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは7番タリスカーベイ。その後には6番リンクワームズと1番アストリッドが続きます。7番タリスカーベイそのまま独走か、逃げ切れるか。7番タリスカーベイがゴールイン。続くは1番、3番、8番か。金沢第7レース、各馬、ゲートイン完了。スタートを切りました。まずは3番マイアビータが先頭に立ちます。その後ろには6番プリドラ、4番アオイフォールか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは4番アオイフォール。その後には6番プリドラと5番コイララが続きます。5番コイララが追い上げてくる、追い抜くか。5番コイララがゴールイン。続くは4番、6番、7番か。金沢第8レース、各馬、ゲートイン完了。スタートが切られました。まずは5番キュールエカシスが好スタートを切った。2番手は1番ホーオーシンデレラ、7番ルージュロンドか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは1番ホーオーシンデレラ、その後には8番フォンローザと7番ルージュロンドが続きます。1番鳳凰シンデレラそのまま独走か、逃げ切れるか。1番鳳凰シンデレラが1着見事。続くは6番、8番。金沢第9レース、各馬、ゲートイン完了。スタートが切られました。2番ジャックと豆の木が早速先頭を取る。2番ジャックと豆の木の背後には4番ゴールドレコーダー、3番パープルテイオーか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは4番ゴールドレコーダー。その後には2番ジャックと豆の木と3番パープルテイオーが続きます。
4番ゴールドレコーダーそのまま独走か、独走か。4番ゴールドレコーダーが1着見事。続く。金沢第10レース、さあ、舞台は整いました。スタートが切られました。7番ベルッドミカサが早速先頭を取る。後を追うのは4番オーミテンペスト、5番パープルツバメか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは7番ベルッドミカサ。その後には1番フェーマスグローリと4番オーミテンペストが続きます。7番ベルッドミカサそのまま逃げ切れるか、逃げ切れるか。7番ベルッドミカサが1着見事。続くは1番、2番。金沢第11レース、各馬、揃って。さあ、スタートしました。先頭を走るは8番リトルラフター。その後ろには9番ナックエクスプレス、2番ビルマチークか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは8番リトルラフター。その後には4番アヌークと5番オンネアが続きます。4番アヌークが追い上げてくる、追い抜くか。4番アヌークがゴールイン。続くは8番、5番、7番か。金沢第12レース、各馬、揃って。スタートが切られました。7番ラスティネイルが前に行きます。並ぶように2番ファントムルージュ、5番スペクタクルか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは2番ファントムルージュ。その後には5番スペクタクルと7番ラスティネイルが続きます。8番名称セロジネが後ろから追ってくる、追い抜くか。8番名称セロジネが1着見事。続くは4番、5番、6番か。名古屋第1レース、ゲート入り完了。さあ、スタートです。7番リトルココンが早速先頭を取る。その後ろには6番アビトレーション、9番ゼロラインか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは7番リトルココン。その後には6番アビトレーションと3番インディビジュアルが続きます。3番インディビジュアルが後ろから追ってくる、先頭か。3番インディビジュアルがゴールイン。続くは5番、4番、9番か。名古屋第2レース、さあ、舞台は整いました。スタートが切られました。まずは6番俺のブルースが好スタートを切った。並ぶように2番カパリルは、10番マイネルボレロか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは2番カパリルは、その後には6番俺のブルースと10番マイネルボレロが続きます。2番カパリルはそのまま独走か、独走か。2番カパリルはがゴールイン。続くは6番、3番、7番か。名古屋第3レース、各馬、ゲートイン完了。スタートを切りました。1番タマモピューリティが前に行きます。その後ろには8番コーリンマジェリ、4番メイクスマイルか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは1番タマモピューリティ。その後には10番レガントと7番グリフレットが続きます。5番セオグランジが追い上げてくる、先頭か。5番セオグランジがゴールイン。続くは8番、4番、2番か。名古屋第4レース、ゲート入り完了。スタートを切りました。まずは8番スカーレットハニーが先頭に立ちます。並ぶように6番クリノサクセス、9番クールフレアか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは8番スカーレットハニー。その後には6番クリノサクセスと9番クールフレアが続きます。8番スカーレットハニーそのまま独走か、逃げ切れるか。8番スカーレットハニーがゴールイン。続くは6番、10番、2番か。名古屋第5レース、さあ、舞台は整いました。スタートが切られました。先頭を走るは5番白山フラッシュ。後を追うのは9番オキャン、3番サントロペか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番白山フラッシュ。その後には9番オキャンと6番白川の席が続きます。1番インセンブレが後ろから追ってくる、追い抜くか。1番インセンブレが1着見事。続くは4番、3番、8番か。名古屋第6レース、各馬、ゲートイン完了。スタートが切られました。まずは10番ポットグラスが好スタートを切った。2番手は5番クスノキ枠、4番スペシャライトか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは4番スペシャライト。その後には10番ポットグラスと5番クスノキ枠が続きます。3番レインボーフラワーが先頭に立つか、追い抜くか。3番レインボーフラワーがゴールイン。続くは1番、9番、6番か。名古屋第7レース、さあ、舞台は整いました。さあ、スタートしました。3番分けの明星が前に行きます。
3番分けの明星の背後には2番ザハーフェル、8番大仙霊樹か。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは2番ザハーフェル、その後には3番分けの明星と8番大仙霊樹が続きます。4番エールステステルが追い上げてくる、先頭か。4番エールステステルがゴールイン。続くは9番、10番、1番か。名古屋第8レース、各馬、揃って。さあ、スタートです。まずは2番イルミリオーネが先頭に立ちます。2番手は7番コマ01、8番のクターなるか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは7番コマ01、その後には2番イルミリオーネと5番ギスバッハが続きます。2番イルミリオーネが後ろから追ってくる、追い抜くか。2番イルミリオーネがゴールイン。続くは8番、12番、9番か。名古屋第9レース、ゲート入り完了。スタートを切りました。4番エスタボニットが前に行きます。その後ろには5番ジャズボーカル、9番バクってソフィアか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは4番エスタボニット、その後には2番ホールザグッドと5番ジャズボーカルが続きます。4番エスタボニットそのまま独走か、逃げ切れるか。4番エスタボニットがゴールイン。続くは11番、5番、2番か。名古屋第10レース、各馬、ゲートイン完了。さあ、スタートです。9番セセラギが前に行きます。2番手は5番ソルトゴールド、10番サノプリカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは9番セセラギ。その後には5番ソルトゴールドと10番サノプリが続きます。1番マイネルナラティブが後ろから追ってくる、追い抜くか。1番マイネルナラティブがゴールイン。続くは8番、4番、10番か。名古屋第11レース、枠入り完了しました。スタートが切られました。先頭を走るは8番ナオミニデレデレア。その後ろには1番リリーバローズ、5番 G マックスか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは1番リリーバローズ。その後には8番ナオミニデレデレアと3番タマモ8ビートが続きます。8番ナオミニデレデレアそのまま独走か。独走か。8番ナオミニデレデレアが1着見事。続くは3番、6番、2番。名古屋第12レース。さあ、舞台は整いました。さあ、スタートです。先頭を走るは2番ミニストリ。並ぶように8番北のレジータ、9番ソングオブソフィアか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは2番ミニストリ。その後には8番北のレジータと7番ブライトファントムが続きます。5番リョーライライが後ろから追ってくる、追い抜くか。5番リョーライライがゴールイン。続くは9番、3番、4番か。